アウラさん、お疲れ様です。あ、俺だ。今生放送、あ、ごめんなさい、今生放送してるんだけど。ああ今何しました？いや、あそこに降り立たなんだよ。電波悪くて何言ってるか全然わかんねえ。ちょっと待て何言ってるか全然分かんない。 4G に変えた。あ、4G に変えた、ありがとう。もしもし。うわ、顔なじしてんじゃんお前。あ、そうだよ、そう、は、生放送してて今お酒飲んでんの。これあれでしょ、第4の別荘でしょ。あ、そうそうだね、第4の別荘、東京都の別荘だね。普段はね、外国とかにあるけど、今だから。あ、この間月に引っ越したよ。あ、月か。うん、俺この間火星行ったよ。あ、火星か、死ぬなそれ。すごいな。これさ、ふざけててもあれ乗ってんの、ちゃんと声は俺の。あ、乗ってる乗ってる、乗せてる。なるほど。うん、いや出してしまったのが。いや出してしょ。いや、これさ、ちなみにさ、あれなんだよ、浦島坂田線が前さあれやってたじゃん、飲み会放送みたいな感じでやってたじゃん。やってたね。いや、あれめっちゃいいなと思って、ソラルさんといいねいいねって言ってたの。なんか流れが分かってきた。そうそうそう、それでなんかちょっととりあえずやろうかなと思って一回自分で一人やってみたの。いや、あいつ、あの人は、あいつ出ちゃった誰誰だ。ソラルさん。あ、ソラルさん、あの人は、いいじゃんって言ってた。なんかね、なんか本当にあれすごい楽しそうだったから今度一緒にやろうぜって言ってきたから、あの、全然いいですよ、いつでもやりますよって歌手で。多分やらないよあの人は。いや、やりたがりでしょ。出す、顔出すと思う。顔は出さないで手だけでいいじゃんって言いそうじゃない。あれ、ソラルさんってさ、顔出して放送してなかったっけ、もともと。あ、なんか YouTube でマスクしてなんかやってるわ。そうだよね。うん、そうだよね。浦島やってないよね、まだ。やんないやんないんだ。あ、じゃあ、やりなよ2人。あ、やろうかな、ありがとう、なんかパクらしてもらうわ。いや大丈夫、俺らもう誰かがやってたやつのパクリみたいなありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。バイバイ。はい、バイバイ。はい、浦さんでした。まあ、今の感じあれだ。